30日午前、沖縄県の尖閣諸島の沖合で、国海警局の船3隻が、およそ1時間半にわたって日本の領海に侵入し、海上保安本部、再び領海に入らないよう警告と監視を続けています。第11管区海上保安本部よ、ますと、30日午前9時頃、尖閣島、久城島の沖合で中国海警局の船3隻、正位で日本の領海に侵入しました。3隻は、およそ1時間半にわたって日本、領海内を航行した後、いずれも午前1時半過ぎまでに領海を出たということで、午前11時現在、3隻のうち2隻は、釣り島の北およそ28キロ、もう1隻は久島の西北西およそ27キロの領海のすぐ側にある接続水域を航行していて、海上、安本部が再び領海に入らないよう警告と、死を続けています。戸隠諸島の沖合、中、海警局の船が領海に侵入したのは、月、4日以来で、今年に入って合わせ、2日となります。政府、艦艇対策、設置、政府は、沖縄、の尖閣諸島の沖で中国海警局の船が日、の領海に侵入し、ことが確認されたこと、ら、30日午前、総理大臣官邸の危機管理センターに、推している、情報連絡室を、官邸対策に切り替えて、情報収集と警戒監視に、立っています。